これくらいでいいか。壊れたおもちゃ、汚れた家計簿、小さな靴。ボット、これらの写真を撮影してオペレーターさんに送信して。了解。こちらオペレーター 210-9S、 聞こえますか？もしもし、オペレーターさん、聞こえます。送信されたデータのダウンロードを完了しました。それは良かった。役に立ちそうですか？情報が役立つかどうかは扱う側次第です。そうですか。しかしこれは興味深いですね。大昔、人類が集団生活を送っていたことは知っていましたが、これほど多様性のある暮らし方をしているとは思いませんでした。記録からは家族単位での生活様式が成立していることが分かりますね。家族？様々な制度で結ばれた一定人数のグループです。もし私たちアンドロイドが家族制度のようなシステムをオペレーターさん？何でもありません。話しすぎました。仕事に戻ります。切れた。先ほどの補足があります。特別報酬をメールしましたので確認してください。一連の情報収集に感謝します。また切れた。でもまあ、感謝してくれてるってことは良かったってことかな。質問の意図が不明。Show me the love.
魂を入れてな、お前ら死ね。敵の攻撃に気をつけましょう、トゥビー。分かった、ナイエズ。え、今なんて言いました？分かった、ナインエズ。え、違いますよね、もっとこうナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう、
トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよトゥビー。バンカーよりトゥビーナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。どうして裏切ったんですか？裏切ったの司令部だろう。トゥビー、追いかけましょう。くそ、逃げられたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。トゥビー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ、直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。あそこがパスカルが開けてくれた門みたいですね。お待ちしておりました。話はパスカルから聞いています。では門を開きますね。
A2 の情報といってもどこを探せばいいのか。戦闘時に発生するエネルギー反応を調べていくのはどうでしょう。アンドロイドや機械生命体が破壊されると融合炉などがダウンするんですが、その時に放出されるエネルギーが検知できるんです。現在このエリアで戦闘任務に入っているのは僕らだけのはずですから、エネルギー反応があった場所に A2 がいる可能性は高い気がします。廃工場は土地に集中しています。マップにポイントしておきますね。
Shut up.
A2 の戦肝心の A… なんだろう。ポット、解析をお願い。解析結果、ヨルハ特殊指定機体 A2 に関するデータログと推測。内容は？破損部分が大きく、これ以上の解析は不可能。どうして機械生命体が A2 の情報を？他にも反応があります。行ってみましょう。
ータチップの反応はありませんね。これで最後のようです。ポット、回収したデータチップを解析後、各チップと照合して。解析完了。エーテューニカするデータを含むデータ群、他データチップと照合。照合完了。第14次機械戦争真珠湾降下作戦に関する報告書と推定。真珠湾降下作戦、僕たちの前世代旧型ヨルハで遂行された作戦ですね。とりあえず目的は達しました。レジスタンスキャンプへ戻りましょう。
材を入手。